今日のあなたは素晴らしい一日または夜を過ごしていますか？リラックスストーリーズテレビです。今日紹介するのは日本の常識？意外な事実というタイトルで日本の文化について探っていきましょう。この動画では日本の常識と思われていることの中にある意外な事実をご紹介します。このチャンネルでは世界の偉人や童話、また小説を切り崩すことで人生の知恵を学ぶことができます。この物語を最後まで見ることで動画に込められた教訓や歴史を学び、物事の本質を理解することができるようになります。誰もが自分の人生をより充実させられるよう知恵や学び、振り返りを配信しています。少しでも興味を持っていただけましたら、チャンネル名がわからなくなる前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。日本には他の国とは異なる独特の文化が数多く存在します。靴を脱ぐ習慣、トイレの文化、交通マナー、社会的な常識、季節の風習、そして食文化の常識、これらは日本人にとっては当たり前のことでも、他の国の人々にとっては新鮮で面白いかもしれません。日本の文化は長い歴史の中で培われてきたもの、その中には私たちが当たり前だと思っていることもたくさんあります。しかし実はその当たり前の中には外国人から見ると意外な事実が隠されているのです。この動画を通じて日本の文化や習慣に新たな視点を持ってみましょう。それでは早速探検の旅に出発しましょう。ここまで見てくれてありがとう。最後まで見てね。靴を脱ぐ文化。日本の靴を脱ぐ文化は一見するとただのマナーに見えますが、その背後には驚くほど深い意味が隠されています。この独特な習慣はただの礼儀ではなく、日本の文化や歴史が織りなす美しいタペストリーの一部なのです。まず日本の家屋の設計自体が靴を脱ぐ習慣を後押ししています。伝統的な和室では床には畳が敷かれています。畳はその柔らかさと繊細さから靴を履いたまま歩くと傷つきやすいのです。だからこそ靴を脱ぐことで畳を守り、清潔さを保つことができるのです。さらに日本の文化や精神的な側面も大きな影響を与えています。靴を脱ぐ行為は家庭や社会における謙虚さや敬意を示す象徴なのです。家に入る際に靴を脱ぐことは家族や訪問者との距離を縮め、親密さを生み出す一環でもあります。そして衛生面も無視できません。外で歩いた靴には土や雑菌が付着しています。それらを家の中に持ち込むことは家族の健康を危険にさらす可能性があります。そのため靴を脱いでから家の中に入ることで清潔な環境を保つことができます。つまり日本の靴を脱ぐ文化はただの習慣以上のもので、家庭や社会、そして健康に関する様々な要素が絡み合っています。この独特な習慣は日本の文化や生活様式を理解する上で重要な一面を成しています。この習慣は日本の美しさと深遠さを象徴する一例なんですね。トイレの文化。日本のトイレ文化、なんて奥深い宇宙のようなものでしょう。これはただのトイレの話ではなく、日本の社会や文化の真相を探る冒険の始まりなのです。まず日本のトイレがなぜあんなにピカピカなのか。それは日本人が清潔好きだからだけではなく、歴史や文化の流れが絡み合っているからなのです。日本では水は命の源とされ、お風呂やトイレも清潔に使うことが大切にされてきました。だからこそトイレを清潔に保つための技術や文化が進化してきたのです。さらに日本のトイレがなぜあんなにハイテクなのか。ウォシュレットや音姫など
驚きの機能が盛りだくさんですが、これも日本の文化や環境に合わせて進化してきたからなのです。例えば、ウォシュレットは水を大切にする日本の精神から生まれました。水を節約しながら清潔に使えるというアイデアが日本のトイレ文化を支えているのです。そして、日本のトイレがなぜあんなにプライバシーを重視するのか？外国人から見ると、トイレのドアが完全に閉まっているのは不思議に思えるかもしれませんが、これも日本の文化や価値観が反映されているからなのです。プライバシーを尊重することは、日本人の心の中に深く根付いている大切な価値観なのです。だからこそ、日本のトイレ文化を知ることは、日本の社会や文化を理解する鍵となるのです。そして、清潔で快適なトイレがあるからこそ、日本の生活がより豊かになるのです。交通マナー。日本の交通マナー、それはまるで美しいバレエのようなものです。ただのルールを守っているだけではなく、日本の文化や価値観が舞台裏で踊っているのです。まず、なぜ日本の電車やバスはいつも時間通りなのでしょうか？それは、日本人が時間を大切にするからです。遅れることは他人に迷惑をかけると同時に、失礼な行為とされています。だからこそ、電車やバスが時間通りに運行されるように、運営会社や乗客が協力しているのです。次に、なぜ日本の電車やバスはいつも綺麗なのでしょうか？それは、日本人が清潔を大切にするからです。座席や車内をきれいに使うことがマナーや常識とされているから、みんなが協力して車内を清潔に保っているのです。さらに、なぜ日本の交通で騒音が少ないのでしょうか？それは、周りの人への配慮が日本の文化の一部だからです。電車やバスでは、他の乗客への迷惑にならないように静かに過ごすことが求められています。だからこそ、スマホで音楽を大音量で聞いたり、大声で話したりする人は少ないのです。最後に、なぜ日本の交通で列を作ることが大事なのでしょうか？それは、順番を守ることが日本の社会の基本だからです。列を作ることで、混乱やトラブルを避けることができ、みんなが公平に待つことができます。だからこそ、不公平感も生まれないのです。だからこそ、日本の交通マナーを知ることは、日本の文化や価値観を理解する鍵となるのです。そして、みんなが協力してルールを守るからこそ、快適で安全な交通が実現できるのです。日本人には、他人を思いやる精神がしっかりと根付いています。社会的な常識。日本の社会的な常識、それはまるで川の流れのように滑らかで、深く、広範囲にわたっています。それはただのルールを守っているだけではなく、日本の文化や人々の心のあり方がその流れを作り出しているのです。まず、お辞儀が日本で大事な理由は何でしょう？それは、相手に敬意を表す一つの方法として古くから受け継がれてきたからです。お辞儀をすることで、相手に対する謙虚さや尊敬の気持ちを示すことができるのです。次に、挨拶が日本で重要視される理由は何でしょう？それは、他人との関係を築くための第一歩だからです。挨拶をすることで、相手との距離を縮めることができ、親しみやすさを表現できるのです。さらに、他人への配慮が日本で求められる理由は何でしょう？それは、共同生活を送る上で必要なことだからです。他人への配慮があることで、争いやトラブルを避けることができ、みんなが快適に暮らせるのです。最後に、秩序が日本で重んじられる理由は何でしょう？それは、社会全体が円滑に機能するために必要なことだからです。秩序があることで、混乱や不公平感を避けることができ、みんなが安心して暮らせるのです。だからこそ、日本の社会的な常識を知ることは、日本の文化や人々の心のあり方を理解するヒントになるのです。そして、みんなが協力して常識を守ることで、より良い社会が実現できるのです。ちょっとすみません。
喉が渇いてくっついてしまいそうなので、少し席を外します。戻りました。続きを始めますね。季節の風習。日本の季節の風習、それはまるで四季折々の風景画のように美しく、豊かです。それはただの季節の変化に対する感謝や楽しみだけではなく、日本人の心の中に根付いている文化や伝統が色彩を加えているのです。まず、お花見が日本で盛んな理由は何でしょう？それは、春の訪れを祝うための行事として古くから行われてきたからです。桜の花は一時的な美しさと儚さを象徴していますが、それが日本人の心に深く刻まれているのです。次に、夏祭りが日本で盛大に行われる理由は何でしょう？それは、夏の訪れを祝い、農作物の豊作や厄除けを願うために行われてきたからです。盆踊りや神輿の渡御など、夏の風物詩が日本の夏の文化を彩っているのです。さらに、秋の収穫祭が日本で大切な理由は何でしょう？それは、豊作を喜び、自然や神に感謝するための行事として行われてきたからです。秋の収穫祭では、収穫した作物を神社に捧げたり、地域の人々でお祭りを楽しんだりするのです。最後に、冬至が日本で特別な日とされる理由は何でしょう？それは、冬至が一年で最も昼が短い日であり、暦の上で冬が始まる日だからです。冬至は、家族や仲間との絆を深める機会として大切にされてきたのです。だからこそ、日本の季節の風習を知ることは、日本の文化や伝統を理解するヒントになるのです。そして、季節の変化を楽しみ、感謝することで、日本人の心が豊かになるのです。食文化の常識。日本の食文化、それはまるで四季折々の風景画のように美しく、豊かです。それはただの食事をする行為以上のもので、日本人の心や文化がその色彩を加えているのです。まず、ご飯が日本で主食な理由は何でしょう？それは、米作りが日本の農業の中心であり、日本人の食卓に欠かせない存在だからです。ご飯は日本人の栄養源であり、文化の象徴でもあるのです。次に、和食が日本で大切にされる理由は何でしょう？それは、バランスの取れた食事として健康に良いからです。和食は季節の食材を生かした料理であり、調理法や盛り付けにも心が込められているのです。さらに、食事のマナーが日本で重要視される理由は何でしょう？それは、食事を通じて他人や環境への敬意を表すためです。食事のマナーを守ることで、自分自身や周りの人々への配慮が表現されるのです。最後に、季節の食材を楽しむことが日本で大切な理由は何でしょうか？それは、自然との調和を大切にする日本の価値観が反映されているからです。季節の食材を味わうことで、自然の恵みに感謝し、四季を楽しむことができるのです。だからこそ、日本の食文化を知ることは、日本人の心や文化を理解する鍵となるのです。そして、食事を通じて人との絆を深め、豊かな生活を送ることができるのです。いかがでしたか？今回は日本の常識について、最低限知っていてほしいいくつかの事実を一緒に探ってきました。日本の常識に触れることで、日本人の生活や文化がどれほど独特で豊かなものであるかが明らかになったはずです。食文化、交通マナー、社会的な常識、季節の風習など、日本の様々な側面を見てきました。
食事のマナーや季節の食材を楽しむことなど、それぞれが日本人の心や文化を鮮やかに反映しています。これらの常識は、ただの習慣やルールを守るだけではなく、日本人の心の中に深く根付いているものなのです。これらを知ることで、日本の文化や人々の心の在り方をより深く理解することができます。これらの驚きの事実を知ることで、日本に対する理解が深まり、興味が湧いたかもしれませんね。日本の常識に触れることで、異文化理解が広がり、世界がより広がっていくことを願っています。そして、これらの常識を守ることで、私たちはより良い社会を作り上げ、豊かな生活を送ることができます。これらの事実に少し驚きましたか？それでは、次回もまた新たな発見とともにお会いしましょう。それでは、皆様、良い一日をお過ごしください。これだと思う話題がありましたら、コメントで教えてくれると嬉しいです。最後までリラックスストリームテレビを見てくれて、かたじけない。次回作も現在進軍中です。驚き、桃の木、山椒の木、時々恐怖していただけるよう頑張っております。チャンネル登録といいねボタンを押してくださると、俺たちの励みになります。今後も皆様に心地よい時間を過ごしていただけますよう、頑張って制作してまいりますので、引き続き応援よろしくお願いいたす。それでは皆様、次回またお会いしようぞ。じゃあね、また。